動画配信サービスネットフリックスオリジナルシリーズ、ザ・グローリー輝かしき復讐が、パート1でシンドロームを巻き起こしたのに続き、パート2も公開直後に全世界から注目を浴びています。12日のグローバルオンライン動画サービスランキング集計サイト、フリックスパトロールによると、10日午後公開された、ザ・グローリー2は、前日基準のネットフリックス、トップ TV 賞部門で、世界3位になったということで、またヒットを予感させています。国別では韓国と日本をはじめ、台湾、ボリビア、チリ、ベトナムなど、26カ国地域で1位に立ちました。パート2で公開された第9話から第16話では、脚本を執筆したキム・ウンスクの予告通り、痛快な復讐が行われ、好評です。いじめ校内暴力に対する警鐘を鳴らしたこの作品は、韓国社会はもちろん、タイなど海外でもその深刻さについて考えさせられると反響を呼んでいます。特に主人公ムン・ドーン役のソン・ヘギョ、チュ・ヨジョン役のイ・ドヒョン、パク・ヨンジン役のイム・ジヨンなどメインキャストが好演し、役名で通じるようになるなど大きく注目されています。